はい、おはようございます。これ、私が作った、財務のプログラムです。はい、飲食店をですね、で、これにね、インフレ、の数値を加えました。これですね、インフレ率、これ 0% にしときますけど、日本用ですね。例えば、発展途上国用だったらこれが 5% とかいう形になるということですね。でそれでどう変わっていくかというのを、見ていくということですよね。店舗の投資資金が、一応、3000万円とかにしてみました。日本用ですね、日本用で、家賃50万、保証金とか、いろいろある、やりますけど、500万とかね。これは自分で、予想して入れてってくださいね。で、あと、これ、耐用年数、減価償却年数ですね。これを入れます。はい。定額法です。はい。3000万円を5年で割って、で、12で割って、1ヶ月の減価償却費を出すという形でやってます。定率ではやってません。定額でやってます。はい。訂正法か。訂正法が。定額というか、そうですね。言葉はどうでもよくはないか。内容が分かっていればいいかなと思いますね。はい。これはね、基本的には、減価償却というのは、法律で定め、法律というか、耐用年数とか、これは何ですよ、例えば車は定率法ですよ、耐用年数6年ですよ、とかっていう形で決められてますね。はい。それを基本的に自分で変えることはできませんが、自分が例えば何年で、投資を回収したいなと。いう時には自分で書いて、シミュレーションですから、はい、細かいところまで出すということはしないということですよね。はい。で、カフェ、定食屋でもいいのかな、分かんないけどね、商品1、何でもいいです。サンドイッチでも何でもいいです。はい。800円。で、アットドリンク300円という形でいいと思います。で、原価率で販売個数を入れますね。はい。であとは、客数ですよね。客数を入れて、平均単価を出すとかね、いろいろシミュレーションしていってください。で、法人税と、あと配当金ね、で、40%。40% っていうのは、例えば、利益が出ても全額儲けにならないんですよね。で、法人税と、あとは株主、ね、例えば投資をしてくれた人に対して配当する率ですよね。で、その、大体 50% ぐらいしかたまんないんですよ。それがね、最終利益になりますので、60% たまるという形にしているということですよね。で、あと自動的に、これ損益分岐点でね、売上高、114,908円。この安くていいのかな。こんなもんか。小規模だったらもうちょっと高くていいかな。もうちょっと高いとまずいかもしれない。で、この辺はね、実際の店舗のね、店舗っていうか、調べてください。適当です。すごい適当です、ね。今日は、このインフレ率がどういうふうに変わるかっていうのを見たいと思って、やってます。で、あといろいろ休みとか、あとは何、店舗あたりのその経費。ね、固定、固定じゃないけど、大体決まってるものは、ポンポンポンと入れてしまうということですね。あと人件費、等々を入れますとね。はい。で、あとはこれ、広告宣伝費、どのぐらいかけるかということですね。30万だった。で、これが、フリーキャッシュフローの累計の黒字化というものですね。はい。はい。これもグラフ見るだけで、このビジネスが成り立つか成り立たないかというのが分かります。俺、ちょっと待ってくださいね。8% で入れてるからですね。じゃあ 5% か。これ0にしますね。はい。その方が分かりやすいです。これが2本ですね。はい。簡単にね、これフリーキャッシュフローの累計の黒字化グラフというやつですね。で、要はこの傾きを見るんですね。傾き。これがね、要は投資をしてと。
で、ちょっとずつちょっとずつですね、なんていうのかな、まあ利益とね、減価償却としてって、まあ4年目に回収しますよということですね。で、5年目から黒字というか、投資を回収してからの利益ということ形になります。はい。最初例えば、まあ、これね、3000万円ドーンとその投資をしましたと、お店作りましたと、ね、それから何年で回収したんですかと、ね、3000万円を取り返してプラス取り返すのが何年かということですね。はい。例えば利益がゼロだったというと、5年償却なので5年目がそのこの何て言うんですか、この転換点、ね、この交わるのが5年になるということですよね。で、赤字になれば6年目7年目8年目になって、黒字になると4年目3年目2年、まあ、2年目はないけどね、ないというか、まあ、これはちょっと、ね、相当のあれだけど、はい、相当売れてないと2年とか3年とかで、3年でも厳しいぐらいかなという感じですかね。うん、でそれを見ます。はい。ね、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフローですね、財務キャッシュフローの方ね。はい。で、あとはフリーキャッシュフローですね。で、あとはこれがフリーキャッシュフローの累計の黒字化です。はい。で、これですね、インフレに変えるとここにね、如実に現れてきます。これが当期純利益と売上か、売上、これ一緒になってますけど違いますからね。これ横線ですからね。例えばこれをちょっといじりよく、見にくいからいじろうか。8にするとね、ちょっと上に行きましたよね。はい。メモリずらしました。で、これが経費かな、経費合計になります。で、これをインフレ率、ね、まあ、まあ分かりやすいように発展途上国にしましょうか。 8%、ね、8% にしましたとなると、こういうふうになります、ね、売上が同じ数量ですよ、販売数量ですよ、同じ販売数量、ね、120人、ね、これ800円300円、ね、それがね、 8% にするだけでこんなに変わってくるんですよね。ワニの口みたいになっていきます、必然的に。で、経費の計算方法ですけど、経費もね、 8% 掛けしてます、うん、なんですけど 8% にはならないかな、うん、もうちょっと低くなりますので、もうちょっとの経費がこういう形になっていると思いますね。はい。で、人件費も全部です。で、何が変わらないのかっていうと、減価償却ですね。この投資の金額、これですね、投資の金額、これ3000万円、割る5で、600万割る12か、12だから50万円ずつか、そうだね、50万円だね、1ヶ月50万円、これの金額が変わらないんですよ、ね。はい。だから、投資、これですね、投資した費用、ね、費用というか、まあそうだね、減価償却費、ね、これがね、どんどんね、割合が減っていくことになるわけです。初年度はね、12.73% ですけど、これもずっと50万円で固定だからね、考え方としてね、考え方としてですよ、ね。で、ずっとなってて、5年期償却だから6年目からゼロですよ、ということですね。で、5年目は 9.36% まで減ってるということです。ね。まあ、初年度から比べると 4% 減るということですよね。うん、大体ね、はい、たった 4% かというふうに思うかもしれませんけど、いや、 4% 減ったら結構ですよということです。はい。これは経費に対して、あ、じゃない、全体的の 4% ね。だから営業利益率でいうと 8.84 が 12% に増えるのかな。そうだね、大体 12% ぐらいに増えるということですよね。ね、これがね、インフレ効果ですよ。インフレ効果ね、投資したものが回収しやすくなるということですね。これはね、インフレというのは、そのなんていうのかな、1店舗だけじゃないんで、例えば全ての飲食店がこういう状況になるということです。ただ
これはね、投資した金額によるんですよ。例えばこれもう3000万円自己資金で全部やっちゃってる状態なんですけど、これが例えば、1500万円と、例えば借り入れたとすると、ね、金利がつくから、で金利はねやっぱり、インフレ率 8% だから、それ 8% 以上の金利を返すのが基本だから、基本なんですよね。ですので、まあ、10% ぐらいになるのかな、うん、だから自己資金全額でやるとちょっとこの利益率は減っていきますよということです。でもこれだからね、だから日本のバブル期はこれでビジネスをしてたということですよね。で、現在の日本は 0% です。まあ 0.8% ぐらいなのかな今、うん、でもいいや、 0% でやるとまあ、まったいないですよね、うん、まあ 1% にしてみましょうか、ね、1% にするとちょっと緩やか、ね、緩やか、だからその売上が、ね、毎年増えていく、同じことやってて売上が増えていくのと、同じことやってて全く同じのとどっちがいいっていう話ですよ、ね。バブル期、マイナス1%、分かりやすいのは 2% でしょうか、ね、2% になるとこういうことになるわけですよ、ね。この逆インフレと逆の現象が起こります、ね。これがね、売上同じことをして同じ販売数量ですよ、デフレというのはこれデフレですよね。デフレだと価格が減るから売上が減ると、ね。でこの経費もまあ、減るんだけどね、デフレだから。でもここの投資資金のこのこれが増えてくるんです、逆にこの減価償却費が 12.7%、 12.99%、 13.26% 増えてきますよね、うん、経費の割合が増えてくるんですよ、ね、この減価償却分が絶対ですよ、絶対増えてくるんです。どっちが、ビジネスやりやすいですかって話。だからこの営業利益率ね、営業本業の儲けですよね、これがね必然的に減るんですよ。 8.84 ですよね、これ4年目だから 8.04 に減ってますよね、うん、0.4 に減ってますよね、7.77 って減ってますよね、うん、こういう状況に陥るわけですよ、ね、これがデフレということです。これがね日本中起こってたことですよね。これ営業利益率 8.84 ってめっちゃ高いんですよね、飲食店で、うん、こんなに高い、まあ大体 5% ぐらいでしょ、あってもね、ですので1年目、例えば 5% の利益出てました、同じ数量でしたってなると5年目ぐらいになるとゼロになってるってことですよ、ね。これ8.あゼロにはならないか、 2% ぐらいだから 3% ぐらいの利益になってるわけだね。そういう状況になってるな、これがデフレということです。だからこれがね日本全国で起こってたってことですよね、うん、例えば飲食店ですよ、うん、ね。そうすると日本全体のその利益が減っていくと、ね、売上が減っていくということになるので、経営的には厳しくなるのがデフレです、はい、うん。これがねフリーキャッシュフローの累計の黒字化のグラフで分かることですよね、はい。でこれねどんどんこう増えてるのは、利益が減ってるのは減価償却が終わったからです、はい、ゼロというふうに見直してるからですよね、はい。これでシミュレーションするってことですよね、うん、はい、ね。なので減価償却分がどんどんここに乗るってことですね、その分利益が増えるということです、うん。まあちょっと専門的なんですけどね、例えばこれは4年目か、インフレでねあんまりこう変わりはしないかな。例えば、まあ、0% にしましょうか。 0% で、投資の回収がだいたい4年目、こっちで見た方がいいか、14期4年目、ぐらいですよ。そうだね、14期ね。で8% になるとちょっと違うかな。14期だから大体1期早まるね、1期早まって、だから4ヶ月か3ヶ月か、うん、3ヶ月から4ヶ月ぐらい早まりますよ、投資の回収が早まりますよっていうことですよね、うん。これもそうだね、ちょっとだけこっちを見ますよね、
で、これがマイナス2になるとどうなるか。ね、ちょっと、右に寄るということですかね。あ、違う、こっちじゃない。そうだね。これが4年目ぐらいですかね。これはね、減価償却よりもね、こっちのね、減価の方が結構効くんですよ。というか、これをね、例えば 40% にしましょうか。で、これが 35%。5% ずつ上げました。ね、上げると、経費の割合が増えるので、1年目。1年間、こっちにずれました。さっき4年目ぐらいでしたよね。で、それが5年目ぐらいになるということですよね。で、利益も減ったと。こういうことです。はい。で、さっき14期だったけど、投資の開始18期か、になるということですよね。はい。で、例えば、これ30だったっけ？で、25か。これ、元に戻しました。戻すと、まあ、13期ですね。で、これが4年目になります。さっき5年目でしたよね。という形でシミュレーションをしていくとこういうことですね。はい。正直、このグラフはかなり甘い。甘々の数値を入力してますかね。甘々の数値ですよね。これ。まあ、これは関係ないけど、これはあの平均高を出すだけのものなので、かなり甘々だと思いますね。120人っていうのがあれかな。100人にしようか。で、そうすると、このグラフの傾きで、まあ5年目ぐらい。まあこのぐらいなのかな。このぐらいなのかな。まあこれぐらいが理想的でしょう。っていうふうに思います。ね、こうやってこのグラフで判断します。ね、で、プログラムとか組んでるときに、このグラフにね、変なところが出てきますよ。なんかこれ、こういう傾きになったり、こういう傾きになったりとか、するので、このグラフを見るだけで、どこのプログラムがおかしいと、どこの数値がおかしいというのは大体わかります。はい。作ってると、ね、わかんなくなってくるじゃないですか。でも、グラフを作るとね、わかってくるんですよ。ね。なので、大体まあ正しいでしょう。バグは、まあ、ないかな。修正できてるかなというところです。実はね、これね、ベトナムの友達用に作ったんですよ。ね、で、インフレないとあれだよねっていうので、このね、インフレ率 を入れました。はい、入れました。入れたものです。ね、はい。いかがですか。ね、インフレ率。これが現在、これがね、バブル期。バブル期ですよ。バブル期はこうなるわけですよ。どっちが経営楽か、ビジネス楽かってことですよね。で、このグラフからも明らかですよね。で、1年目から、ね、5年目、同じ、ね、なんだ、ビジネスをしていて、これだけ違ってくるってことですよね。これは利益ですもんね。売上も変わってくるってことなんだね。倍、そうだね。だって、これおかしいのか？あ、ちょっとおかしいかもしれないね。数字がね。400万円から800万円、5年で、7% にしてみようか。あ、ちょっとおかしいかもしれない。っていうのはね、7% で入れると10年目で倍になるんだよね。これ、ここがもう一個増えてるね。でももしかしたらおかしいかもしれない。あ、いいんだ。これ左側じゃなくて、これ右側だから。ね。いいんですよ。ね、これがね、4500万円が、まあ大体、まあ倍ぐらいになってますよね。ってことは合ってるところですね。はい。こういう見方します。はい。そう。例えば100万円を 7% で複利で運用すると10年後には200万円になる、大体200万円になってるっていう、そういうので今も判断しました、ね。
大体3500万円、あ、いいんだね、3500万円だもんね、3500万円で、複利で、倍、約倍だから7000万円あったんですよ。まあ、合ってるでしょうということですね。こういうような見方で、グラフを、グラフというか、プログラムが、ま、合ってるか間違ってるかというところですね。あとは、見るところはこの経費の、ね、割合とかね、でこういうので変なところもないかなみたいな感じで見ていくと、ね、いうことです、ね、これであの実際の、レストランの、まあ、財務諸表とどっかから引っ張ってきて借りてきてとか似たような業種のやつを持ってきてでこれに似せてシミュレーションしてみるということですよね。でここの原価が決まるということですよ。この原価をいくらにしなきゃいけないのかということですよね、うん。であとはその結局こっちの、家賃とかねこういうのはね、変わってくるものなの であとは坪数とかね、保証金とかっていうのも変わってきますね、あとはその運転資金が、ね、どのぐらい必要なのかとか、ね、借り入れがいくらなのかっていうのを入れると、まあ、出るようにはしてあります。はい、んなので知っておいてもらいたいのはインフレですよね。インフレがどういう、これ何パーセントだっけ、 8% で入れたと思うんだけどそうですね、 8% ですよね。あ、 7% か、まあ、8% にすると、ね、こういう状況になりますよということですよね、うん。発展途上国のビジネスはこういう形、日本のバブルの時のビジネスもこういう形でした、ね、こういう形ですよ。どっちがいいかってね、今の日本はこれですよね、はい、0% ね、こういうことですよね、まっすぐ、とにかくまっすぐ、そりゃそうだよね、同じ販売数量で同じ価格なんだからね。でこれがまあマイナス 5% とかやってみようかね、超デフレね、もう超デフレだとこうなるってことですよ、ね、うん。だからデフレかね、日本銀行とかね、デフレを推奨してる人はこれを推奨してるってことだからね、うん。このグラフ一目瞭然でしょ、まあ、5% なんてありえないけど、マイナス 5% なんてありえないけど、まあいいとこ 2% でしょ。 2% でもねかなりきついデフレですよ、ね、もう暴動が起こってもおかしくないようなレベルです、はい。だとこういう形になります。だから投資の回収が本当に難しいよね、うん、難しいよね。あ、それでも6年目なんだ。あ、これ甘々だからだね、こっちの数値が甘いからだね、うん、こっちの数値、これが甘いからだね、はい。という形になります。